最近ですね、ゲンがビリビリ言うんですけど原因は何ですかという質問、ポコポコと届いてるんですけども、まあ実物見てみないと何とも答えづらい質問ですよね。はい、この間ウクレレキャンプであったんです。実際見させていただくと意外な原因がありました。今回はそういうお話お送りします。寂しい心にはい、BJ のウクレレ講座です。ウクレレキャンプの練習会で、まあ皆さん質問とかウクレレに関することで何かわからないことないですかと問いかけたところですね、ある方が弦を交換したらビリビリ鳴るようになったんです。はい、ちょっと見させてくださいと見させてもらいました。そしたら、ナットっていうのはこのウクレレ、この黒いパーツがついてますけど、皆さんは白いのじゃないですかね、この弦が乗っかってる部分です。ここの溝の幅が広かったんです。はい、うちにそういうウクレレが今ないので、これですよって見せるわけにはいかないんですけど、まあ、言うなればナットの溝って、この溝掘ってありますね、ここに掘ってある溝のとこに弦が乗っかってるんですけども、この溝が弦と同じ幅ぐらいでこうピタッと綺麗にはまってるのが通常なんですけど、そのウクレレってこれ大げさですけど溝がこれぐらいあったんですね。なので弾くとここの中で弦が暴れてバリ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 って言うんですよね。はい、そもそも購入した時、そのウクレレはダダリオのチタニウム弦が貼ってあったらしいんですね。チタニウム弦って太いです。それを細いフロロカーボンの弦に変えたということなんですけども、原因としてはナットの溝切りが悪いということですね。はい、ナットの溝切りがしっかりしてあれば、もともと太い弦を張ってあるところに細い、弦を張ってもそんなビビることはないんですね。はい、ではそれをどうやって解決するか、解消するかというお話なんですけども、2つあります。大きく分けて2つですね。1つはですね、太い弦を張る、はい、ナイロン弦、太いですね、ナイロン弦に変えていただくというのがあります。ただナイロン弦だけではちょっとな、フロロ使いたいな、この場合はナットを交換してもらうのが一番いいと思います。ただリペアショップ、楽器屋さんに持って行って作業してもらうという必要はあると思いますね。まだ保証期間内なら購入したところに持って行って、これビリビリ言うんですけどナットの状態悪いんじゃって聞いたんですけどっていうふうに言って、やり直してもらうことも可能かと思いますけどね。はい、もう一つ、もう保証も切れてると、で、なんとかしたいなっていう時は、まあこれ強引な方法であまりおすすめできないですけど、それで壊れたと言っても知らないですよ。あくまでも自己責任でやってください。釣り用のアロンアルファを塗る、はい、一回ぐらい塗るとこの広がってる溝が小さくなるんですよね。はい、そういう解決方法も強引ですけどあります。はい、でこのナットの溝切りっていうのは、ナットファイルっていう溝切り専用のヤスリがあります。4枚セットで1万円ぐらいするんですけど、それでこの溝をつけていく感じなので、アロンアルファも塗りすぎるとそういうナットファイルとかが逆に必要になってきたりしますから、一回塗るぐらいで乾燥したら弦を張るっていう風にしてもらうといいですよ。で通常のアロンアルファ、または100円ショップとかで買ってくるアロンアルファは、縫って乾くと白くなって、なんか壊れたような感じになります。釣り用のアロンアルファ、 BJ がおすすめしてる爪に塗ってもいいですよとか言ってる釣り用のアロンアルファ、これは固まって硬化したら透明になります。これを使っていただくといいかなというふうに思います。まあ強引な方法ですけどね。はい、ということで BJ のウクレレ講座、まあ弦がビリビリ言う原因、まあいろいろある中の一個、こういうのもありましたよというお話をお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。心にどこからか光が差し